アネット・ハイクと対談するワット。ジェイソン・ワットはデンマークのレーシングドライバー。ワットは1992年にフォーミュラフォードに移籍する前にカートのキャリアを積んで好成績を残す。1993年にイギリスフォーミュラボクスホールのロータスウィンターシリーズを卒業し、チャンピオンを獲得したほか、翌年のブランズハッチフォーミュラフォードフェスティバルとイギリスフォーミュラフォードのチャンピオンを獲得した。1995年、ワットはフォーミュラオペルユーロシリーズで優勝し、ドイツフォーミュラ3選手権で1戦のみ出場。1996年、彼はダリオ・フランキッティ、ファンパブロ・モントーヤ、ヤン・マグヌッセンなど、当時の脂の乗った強力なライバルを追って、国際ツーリングカー選手権に参加し、ジャスエンジニアリングのアルファロメオで参戦した。彼はまた、フレッド・ゴダード・レーシングより、英国フォーミュラ2に出場することで、フォーミュラカーへの情熱も維持した。ワットのキャリアは1997年までに国際界3000まで進歩し、ワットは常にフロントランナーのドライバーの一人であり、功績を認められた。1997年と1998年には、スポンサーに敬意を表して、デイビッド・シアーズのスーパーノヴァレーシングより参戦。毎年1ずつ上げる、好成績を残し、1999年に彼は、チームのエースドライバーに昇進し、2回優勝して、シリーズ2位となった。ところが、ワットのフォーミュラキャリアは、1999年後半のオフシーズン中のオートバイ事故によって、閉ざされてしまう。この事故で、ワットの体は、胸から下が麻痺した。ハンデを負ってしまったワットだったが、ツーリングカーレースに参戦することを決め、特別に改造されたマシンで、デンマークツーリングカー選手権に参戦。2002年にシリーズチャンピオンを獲得した。ちなみに、ワット以外で障害を負ったドライバーが特別な改造を受けたツーリングカーで参戦した事例もあり、元界一ドライバーのアレッサンドロ・ナニーにも特別な改造をしたマシンで DTM に参戦していた。2008年3月、ワットはセアト社の独自のツーリングカーチームを結成。バグマ・ジェイソン・ワット・レーシングは2009年のフィットック、ドイツレースに出場した。2012年、ワットはツーリングカーからレジェンドカーレースに移行した。彼はまた耐久レースを拠点に活動するワンデッドレーシングのチームマネージャーを務めている。同チームのすべてのドライバーは切断または脊髄損傷のいずれかの障害を抱えながらもレースで活躍している。ありがとうございます。